長野に似てますよね。あの芸人のピン芸人の。あ、そうですね、うん。なんか目の感じとこの顎周りの感じが。うん、この汚さ。さあ続いてはジャパニーズバズと田尻選手。去年のワンナイトスタンドの時には確かあれですよね、発表されずに出てこられたんですね、うん、あのチャレンジということで、うん、あの正田選手のベルトに挑戦ということで、ね、さあこれも芸術品。さあ続いての入場はスペルクレイジー選手でございます。あれですね、カベジラ戦でメキシコのあのアニベルサリオでレイ・ブカネロとの、はい、負けて、まあ、髪の毛を失ったんですが、まあ、非常に陽気ですね。そうなんですよね、どうしてもこうイメージとしてはね、あのウェーブな感じの髪型がイメージあると思うんですが、さあかつてのライバルまずはリングに上がって握手。さあそして和田恭平レフェリーとも握手。全日本と一緒だったね。あ、クレイジー、そうですね、ですね、日本語が。イケメン。イケメン。まあ、イケメン。うん、クレイジー。はい。歴史だったら大変なことです。暴動、お客さんからね、コロナの瓶とかが飛んでくるかな。あのジャケット燃やされてます。日本人の人いますよね、こういうのりの人ね。さあオリジナルスリーウェイダンス、45分1本勝負の演技が流されました。さあこの中で存在感を出そうと必死のイケメン。全身を使った音ですね。この辺りのアピールは、まあ、これぐらいしていかないとちょっとね、この中では空気になってしまいかねないですから。逆にしない方が、ね、目立つよね。あ、そうですか、うん、アピールするからダメなんですよ、はい、インディアの、はい、選手はやっぱどうしてもアピールになっちゃうじゃないですか。まあ、そうですね、うん、こう自らこう手拍子煽ったりだとかそういうことなんですよね。最初のスペルクレイジーコールもお客さんから自然発生してましたからね、はいはい、あれがね、ある程度はしょうがないけどね、あの客にこびるのと盛り上げるのの違い、難しいよね。さあちょっと目立ちすぎたが集中砲火を浴びています。これですよ、イケメンジ。とてもシンプルな攻撃でやられています。
速攻です。さあ、ここで邪魔者を排除したと。ね、これやっぱ見たいよね。でもこの絡みは見たいですね。高い位置で回しますね。上げてから回しましたね。ですよね。さあ、しかしここで帰ってきた黒瀬義民次郎。おお、さあスワンダイブでドロップキック。さあ、そして続いてライオンサルト。さあ、これでカバー。大問題ですさあ、はい、さあ体勢はこれイケメンクラッチ。さあしかし逆水平でカット。チョップ受ける回数多いですね。あ、ちょっと手が痛いですね。あんま手使いたくないんですね。さあ、しかしまだ羽交い締めは続く。再び、ダモノを排除されまして、さあまたこの両者の攻防。さすがですね。ダブルのアームホイップ。基本的に田尻選手チョップしかしてないですよね、イケメン選手に対して。あと意外とドレスですよ ねすごい。クレイジー選手はこう楽しげにやってるんですけど、イケメン選手は本当にこうがっちり真顔でこうひたすらチョップを打ち続けるという。さあ、見たび、排除されて、さあ、このライブル同士の、さあ、マッチアップとなりましたが、さあ、そう簡単には飛ばせないが、さあ、そうは返していく。さあ素早い。ご入会ありがとうございます。ようこそ向かってくる。さあユメン、さあ入るかしっかりと間を止めて、でも簡単に。さあしかしここで入ってきた。さあそのままクレイジーをカバー。
やっぱりジョップ。さあ、乱れ打っていく。かわいそうと。さあ、自然に出ていきましたが、おっと。さあ、ジャケットを脱いで、逆に来た。さあ、何がウアーなんでしょうか。なるほど、それで防ぐということですね。こんなジャケットで防げるもんなんでしょうか。痛くないようですね。防御ができています。さあ、ようやくチョップで反撃。絵的にはすごくアホっぽいんですけど、よくよく考えたらこの田尻スペルクレイジーに一人で立ち向かっていってるっていう構図ですから、すごいことですね、これは。一応これは着とかなきゃいけないんですね。さあ、ようやくプロシア駅面二郎の時間がやってきたのでしょうか。さあ、飛び込み披露。しかし攻撃に向かっていった。なんでちょっと現実受け入れてないですね。ここで指定タックが機能するんでしょうか。さあ、構成が変わりました。さあ、田尻選手が抑えての、さあ、そのとおり。さあ、しかしここでまた入れ替わる。おーっと、ミストをジャケットで防いだ。さあ、そしてそのままやり返した。これはクレバー。さあ、しかし背中が効いた。クレイジー選手の方が頭が一番上でしたね。さあ、そしてミストにかかってからの、さあ、そのまま首固め。さあ、あっという間に終わった、この第5試合。やっぱクレイジーすごいね。いや、すごいですね。前に来たら後ろが開くって